ビバブだ。じゃあ本日はね、やっていきたいと思います。リュウジさんよりも、めちゃくちゃズボラな虚無な飯、もう誰でも作る簡単、リュウジさんの飯はね、むずすぎます。大さじ小さじ、そんなことできるわけないっていう人向けの超簡単超激うまクッキング。まず材料、カット野菜、お肉、塩コショウ油、あとは醤油、こんだけです。もう簡単ですね。じゃあまずは肉をね、よく焼きましょう。食中毒にならないようにちゃんと焼くんだよっていうことでね、敷いていき、はい、じゃあ次はナスをね、ちょっと、あったんで、あんま好きじゃないけど、やってきます。これね、焼きすぎっすね。これ焼きすぎ、マジ焼きすぎ。はい、でもここでね、焦っちゃってね、さっさと、カット野菜を投入していくと。はい、投入して、まあ、よく混ぜましょう、これね。よく混ぜましょう。塩、コショウと、醤油を振って、本当によく、混ぜようと、味にムラが出てしまうとちょっと嫌なんで、これあと醤油かけすぎですね。胡椒かけすぎですね。普通に辛かったっす。まあ、もうちょっと少なめで、まあほんと適当で大丈夫だけど、まあちょっとずつやってって、塩胡椒なんて最後でもいいから、醤油とかね、ちょっとずつやってって本当に最後の最後でなんかちょっとずつ増やしていくっていうやり方の方がまあ利口かもしれません。まあ気取らなくても簡単に作れていいですよね。まあ僕リュウジさんちなんですよね。あんな簡単簡単言っときながらすげえクソめんどくせえんで、もう適当にやれやっちゅう話でね。僕が最強クッキングリュウジ上位互換チャンネルです。ありがとうございます。コメント